強いよ。そうそうそう。で、こっちに回すでしょ、やって回る。ジャブ打って、フックで回るらしいな。フックで回る。そうそうそう、さっきの打球みたいな。だから実践で言ったら、フック打った時にこういうパンチが来るからね。ジャブ打って、こういう感じ。そうそうそう。だからフック打った時に、こう来ると、そういう感じ。そういうイメージしてもらったらいいかな。あとはこのサイドステップのさっきの話。ジャブ打っといて、そう、ジャブの時にこういう感じだ。ジャブの時に足を、そうやってやると、逃げやすい。これだけでやってると、この時に投げられるんで、ジャブ打ちながら行くんかなと思ったら、って感じだ、うん。そうそうそう。そうそうそう。そういうのもフェイントにはない。ただ、パンチがめちゃくちゃ当たる距離でやると、もらうリスクがあるもんで、めちゃめちゃ離れてる時にこういう感じとか。うん、そうそうそう。そうそうそう。そう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 。足の体幹ね。で、よくたまにさ、使うのがさ、自分とかでも。こうやって、行く、まあ言ったら行くふりして、そっちでついでにフックみたいな感じ。パンパン。あと逆で、右、右で。そういうことですよ。そう、ちょっとやれば。ちょっと遅くするってる。こうなってるやん。こういって、こういう感じ。こうなって、あと、これ指で見てる。指で見たら、こうなる。うん。で、パン。そうそう、それで右で一緒に出すって感じ。そうそう、極端な話、こっちジャブじゃない。ジャブ打っといて、こっち行くにして、もう一回パッて入れ替えるときに手を右フック。ジャブ打って、パン。で、もう一回右フック。その時にこの上からかぶせる感じ。うん、ジャブ。そういうことですよ。で、あと上から来るもんさ。うん。そうそう。だから自分がオーソドックスのやつ。置いてみて、置いてみて、置いてみて、こう来て、こう来て、こうして、こうして。ああ、わかりにくい。ジャブで追いかけてきた。で、ジャブで追いかけてきた。で、そう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 。足を変えるふうに見せかけて、その時に、うん、そうそう。スイッチスイッチ。時に、パッ、あ、そう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 。そうそうそう。の方が乗せやすくなる。体重が。そうそうそう。っていうのも使えるよ。で、そこから、それができるなら、ジャブ、パッ、パ